グッドモーニング、グッドモーニング、ただいま8時半です。朝飯食います。パン粉できました。なにこれ、コーンハンパン。眠たいな。今日は祭日ですね。何の日や。11月24日なんかの日です。もう基本的に何十年と何十年と土日関係ない生活してきますと、祭日なんて興味ねえ、ただの休みです。いただきます。うん、ちょっとレンチしてトースターで焼いてもよかったな。最近ゲームにほうけてましたね、まだね。晩酌動画撮ってないな。この間もね、ゲーム実況に来てさ、ね、見に来てくれてる人がね、今日は晩酌動画ないんですか、ないですって、ないですって。飲んでるんすよ。でもなんで昨日なんでね、2時ぐらいから飲んでました。2時か3時ぐらいから。昨日ね、歯医者行った帰りにセブンイレブン寄ったんですよ。そこでね、ちょいビニ用のお菓子やスイーツ買ったの。つい先日ね、ちょい見に会えたでしょ。全然再生されませんけども、あの続きがまだあるんです。あれじゃないんです。最近ちょい見にとか言いながら、ちょっと前までちょい見にが長なってたからね、15分20分ぐらいで終わるようなね、感じにしよう。いやさ、一動画が再生されねえんだったら2つに分けて再生数稼いでお小遣いもらおうっていうね、そういう浅ましい気持ちでね、まだローソンのあのちょい身に半分残ってるんですよ。まだ編集してでもゲームしとる。動画編集もせんとゲームしとる。キャンプ動画も編集して、これうまいよな。これサムネなのかもしれんな。まあ今回のセブンイレブン下手したら3つぐらいなのかもしれんな。結構こうて2400円ぐらいしたな。いろいろこうて、まあだけどそんなな、やっぱ2つやな、せいでな。大体2つ、2回分とロームでね買い物するんですよ。
一応エビ肉に対して 4種4つぐらいの商品。サムネ撮ろう。これサムネいいんじゃないか。絵面的にいいよね。張り切った試し食うてみたいな。こんだけだらけとんのに。最近サムネちょっとね頑張ってるやん。まあ皆さんからしたら大して変わってへんかもしれんけど、サムネ効果出てるかどうか全然わからへん。全然わからへん。あれはサムネのためだけに写真撮ろうとかできないんですよ。そういうのもわざわざめんどくさいんですよね。あくまでも動画のスクショ食べてるシーンとか飯の絵も動画の部分も少なくともじゃあそのうちの動画の中で撮っとこうみたいな、うん、そうなってますやん。本当これ棒が刺さってるだけでうまいよな。フランクフルトの法政寺に普通に焼いて切って食べたら美味しくないと思うんだもんね。安っぽいんだよ。あれ棒に刺さってからうまいよな。弟の弁当の蓋、弁当は蓋をつけさせてくださいと。どっかに持っていくわけではない、遠くに持っていくわけでもないのに蓋してますけど、蓋つけさせてくださいとか、この棒つけさせてくださいって言ってる。棒ある方がうまい。昨日までね、喉に違和感あったんです。ここにポリープでもできたかなって飲み込む時にね、違和感あったんですよ。なんか引っかかりが、ガンかなと思ったりね。まあガンではないと思ってたけど、さっきの弁当の話もねあるけど、ハムうまいよ。この間食べた鮭の骨がね、喉に刺さっとんのかと。いやでもそんな感じじゃないよなと。なんかちょっと突起物が出とるよ、違和感。今はちょっとあんよね。鮭の骨が刺さっとんのかな。だけどこの間弁当で食べた、急になんか違和感出てくるわけないや。その時に急にリポとかポリープできないでしょ。1日2日で骨が刺さっとんのか、もしくはなんかちょっと傷ついてそこのところがなんかちょっと血まめみたいになっとんのかな、分からんけど、ちょっと中に可能性ちょっとポコってなっとんのかなみたいな。どうなんじゃろう。ジャロに聞いてみよう。うまい、うまいよな、このクソ安いの。
11月何日な。23日、24日24日だってもう来週俺歯医者予約したけど12月やったもん。23日か。23日、まあ、そんなもんでしょ。20分ぐらい喋ってかもだから10分なんや、10分ぐらいなんや。意外に意外に時間が経ってなかったわ。外国人労働者の何ですか、スキル持ってる人とかそんな人らのほぼ永住権的な、居住権的なやつが延長される、永住じゃない居住権的なやつが延長される、されそうやね。大変だね、外国人バンバン仕事持ってかれるぞ。おそらく日本人の若者の未来はまだ暗くなりましたね。まあ少子化問題取り組んでないから、一気に今の20代30代が増えるってことはないんやから、一気に減ることしかないからね。もう生まれてないから今から20代30代作るのも20年30年かかりますからね。今日生まれても少子化の穴を埋めようもたらそれは移民受け入れはしないじゃない。でもろくなことないと思いますよね、あんまりね、日本人にとっては。まあ使えないわな、少子化問題まともにやらん国やから、人と足らんですよ。目先のことばっかりだね。目先と私利私欲のことばっかりなんで、日本国も国民も。まあ政治ネタはええわ。でもだんだん吠えたんで、ゲーム中のね。お前日本ダメだねっつって、日本ダメだぜっつって、まあ俺の勝手な思想と妄想ですね。はい、ほなね、私はもう言うとり前に9時になりますんで、この動画 BGM 入れようか入れまいか今考えつつ、さっさと練習を終わらせてゲームしたいと思います。第2パテモス協会でございました。ほな、良い休日を。